テガフールギメラシルオテラシルカリウムとは、胃がんなどに使用される傾向の高悪性腫瘍剤の一種で、代謝気候剤に分類される。商品名 TS1。日本での製造、販売元は、大砲薬品工業である。欧米では、2011年から、ノルディックグループにより、ティサノの名称で市販されている。TS-1 は当初、S-1 と呼ばれた。 これは開発者の白坂哲彦のイニシャルから取ったものである。しかし、S-1 の商標は、佐藤製薬がすでに取得済みであったことから、大砲薬品工業の T をつけて、TS-1 と最終的になった。名称については、翻訳のことを商品名の TS-1 と呼ばず、開発時の名称から S-1 と記載する論文もある。 有効成分は以下である。本題の各成分は次のような作用基準である。厚生労働省より保険適用が認められているのは以下の通り。上記にない食道癌などの他の癌に対しても有効性は報告されている。1日2回28日間連続投与し14日間休薬する。しかし近年の研究からは確実投与とするなど、 体表面積あたりに規定量を投与しないで、薬物代謝酵素の活性の個体差に応じた、長期間最も良い効果がもたらされる、投与方法が模索されている。骨髄抑制、発腫性血管内凝固症候群、溶血性貧血、肝障害、下痢、腸炎、間質性肺炎、消化管潰瘍、出血、急性腎不全、スティーブンス・ジョンソン症候群、ライエル症候群、 類道協作による落類など、ありがとうございます。